こんにちは、マネーリアです。はい、自己紹介してください。ヤリラくんです。よろしくお願いします。はい、ということなんですけど、今回はですね、私が働いている本気のレッドドラゴンに潜入ということでやってまいりました。今日なんか衣装も違いますね。はい、今日はちゃんとドレスです。ということで今回なんですけど、レッドドラゴンがですね、10月の最初の方にリニューアルオープンしまして、すごく綺麗になったので、それの紹介と、レッドドラゴン4階と8階があって、8階は個室なんで店内紹介っていう感じでやっていきたいと思います。ちなみに女の子はいないので、いきます。失礼します。店内こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗になりました。私的におすすめ、ここインスタ映えスポットだから。もうマジでここで撮ると結構映えるよ。インスタとか撮ると。みんな撮ってますね。そう。入ってすぐ目の前がここだからっていう感じ。そのレッドドラゴンさんって、AV 女優さんが働かれているそのお店ですよね、キャバクラ。そうです、まあ、AV 女優やってる人か、私みたいに引退してる人かで、少なからず1本以上出てないと働けない感じですね。ちなみにシャンパンはちょっと安いです。あ、そうなんですか。私前に歌舞伎町で働いてた時よりシャンパンはなぜか安い。ちなみに私はそうだな、まあこの総名ロゼあたりからお願いしたいところですね。14枚そういうのぜあったりから、まあ、これはキャバクラの中ではお高い方、お安い方とか。どうなんだろう、ね、ここでは高い方、一番安いシャンパンは、まあ、萌えで3万かな。私の席でよく出るのは、最近だとあのアルマンドロゼ、アルマンドロゼがよく出ます。私の席何本なんですか。30万おー、はい、めっこですね。ありがとうございます。稼いでますね。ないんです、貧乏です、目安しか食べれません。ちょっと真野さん、はい、なんかずっと気になってたんですけど、はい、気づいちゃいました。あそこに、あれ何ですか。ちょっとこれは、うちの店 AV キャバクラということで、 AV の紹介、はい、新作かな、新作のあの紹介の映像が流れるんです。真野さんの商品が流れてくることあるんですか。これは都市伝説並みに聞いたことがある話で、ここに在籍してる女の子の映像は流れないって聞いたことがあります。え、そうなんですか。その真相はどうなんですか。流れてます。流れてます。私のあれは流れてるのかい。や、ただこれ現役のしか映ってないから、まあ私みたいにも引退して5年も6年も経ってれば、まあ、当たり前に映らない。あ、なるほど。でも当時なんか私が働いてた時はなんかそういう噂を聞いたことがあったんですけど、嘘だったらしいです。でもね、意外とね、これみんな見ないからね、映ってても気づかない可能性あるよ。本当に。やっぱリアルの方がいいっすね。結構私待機で暇でこうぼーっと見てる時逆にあるぐらい。見すぎてムラムラしません。逆に、はい。という感じ。まあ8階行きましょう。じゃあということで、こちらがレッドドラゴンの8階、全部こちらのフロア個室になっております。そう、なんか落ち着いた雰囲気っす。はい、また4階と違う雰囲気な感じで、はい、入ります。早速じゃあお願いします。で、8階は全部で4フロアあります。はい、これなんですか。成瀬ここみさんって聞いたことありますか。ここは普通のキャバクラと違って、はい、コスプレイベントみたいなのとかってなくて、はい、その行事行事の、はい、代わりにその結構有名な女優さんが一日キャバ嬢として来店イベントするのがイベントっていう形で、そう、はい、ということでフロアの紹介は一旦終わったんですけど、最後に席を一瞬借りて、私の担当の黒服さん、山野さんって方なんですけど、その人とちょっと最後お話しして終わろうと思います。ということで、私の今の黒服の店長の山野さんです。よろしくお願いします。なんか今日サプライズがあって、あの急に坊主になってました。いや、マジでびっくりした。怖いよ、ね、昨日行ったってこと。昨日、うん、朝方5時ぐらいに酔った勢いで。いや、全然全然普通にシラフ、シラフで丸刈り、シラフで丸刈り。いや、めっちゃ似合ってます、ね、本当ですか。え、マジで怖かった。その気になっちゃいます。本当に気分がいいです。気分がいいです。まあ、ということで今回は、まあ、レッドドラゴンの紹介は私のチャンネルで
やるって言ったら、まあ、心よくいいよって、こう、お店がね、協力してくれたんですけど、はい、まあ、ちょっとネットドラゴンあるあるじゃないけど、まあなんか、ありがちじゃん。うちの店ってさ、AV 女優働いてるからさ、枕できんでしょみたいな、類の質問から、まあね、まあまあまあ、あるあるですね。まあ、そうそう、そういう系の話をちょっとしようかなっていう感じ。なるほど。まあ実際さ、ネットドラゴンって普通の本当にキャバクラなの。マジで、セクキャバだと思ってる。いや、いるよね。マジでいるよね。もうなんなら電話でいるね。うん、あ、いるんだ。どこまでできます？抜きありですか？そうですね。本当に普通のキャバクラなんだけど、やっぱなんか女優さんが働いてるってだけでちょっとこう勘違い。いや、まあありますよね、うん。当店はそのお店でサービスは一切ございません。アフターでじゃああるのかって言われたら、これは女の子によるけど基本ないと思った方がいい。まあそうですね。でもこればっかりはもう普通のキャバクラと一緒じゃん。もうちょっとだけ匂わしてあるかも。頑張ればあるかも。うん、だからこれ次第。あ、なるほどなるほど。いや、だからそれを私はっていうだけで、他の女の子に迷惑かかるから、いくら積まれてもやらんっていう子もいるだろうし、もちろん、いや別に、いや全然やりますっていう子もいるだろうし、基本的に、うん、基本的にいない。はい、まあ、企業秘密ですよね、その辺。まあ、そこは来ていただいて、実際遊んでいただいてから、まあその辺はやっぱり把握していただいた方が。そうだね。ちょっと質問なんですけども、はい、普通のキャバクラと比べて、やっぱこの AV に出ている女性の方が出勤してるっていうことで、うん、でちょっと値段も高いのかなって思うんですけど、その辺どうですか？そうですね、4階の方でハウスボトルで1時間飲んで、女の子の指名もなくてドリンクも出さなければ、まあ大体2万円ぐらい、まあ3万あったらお釣りが来るよっていう感じなんで、まあ、割と六本木の相場が1万5000円からまあ2万円ぐらいの間なので、まあ、それを考えると、そうですね、割と相場の値段では、個室だと別でね、ルームチャージみたいなベッド5万円かかったりするお店もあるんですけど、うちまあそういうのないんで、まあ、最安値でお一人様3万5000円から遊べるんで、まあ、それを考えると、まあ個室の方が割と得かなとは思うんでね。個室も何もないです。上行ったらなんか抜きあんのそういう移動式の店じゃないからみたいな、上行こうとかじゃないんだよねみたいな抜き行こうぐらいの、うん、そうそう、だからもう本当に4階も8階もマジでキャバクラで、個室か個室じゃないかってだけの違い。はい、どういったお客さんが多いんですか？その女の子にマジでよるね。まあそうですね、まあお客様が10人いらっしゃれば、7人がまあその六本木だったり、まあ飲み歩いてる方だったり、うん、地方から出張で来てらっしゃって、あのうちまあ名前知ってるんで遊びに来ましたって方が7人ぐらい、 70% ぐらいで、残りの 30% がやっぱり AV のファン。うん、まああとは海外の方とかも。あ、もうそうですね、コロナ前の時だと中国のお客様だったり、まあアジア圏のお客様が多かったですね。まあ結構その日本の AV 女優さんが海外の方で人気なんで、うん、まあそういった面もあってやっぱりアジア圏のお客様がすごい多かったですね。そうだね。ちなみに私の場合、名刺渡すじゃん、この名前で検索したら AV 出んのってお客さんに言われて、あ、出ますって言って目の前で見られた場合、私シャンパンを置くいや、見るのはいいよ。家帰って見てほしいんだけど、まあ、私の目の前で見るってことは、そ、ね、うん、私それあんまり好きじゃないの。本当に。まあ、女の子苦手な子が多いですね。後で見ようね。そう。それを我慢できなかったお客さんに関しては、見ていいけどシャンパンだよって言ったら大体終わります。じゃあ帰ってからにするわ。うん、帰ってからに、ね、そうして、つって、っていう感じかな。まあけど、予習復習できるキャバクラってないんでね。そうだよ。だってさっきまでさ、ドレスで楽しそうに話してた女がさ、裸で言ってんだよ。そんなキャバクラここしかないからね。行く前も楽しめるし、まあ、行ってる最中も楽しいし、いろんな意味で行ってるね。帰ってからまあ実際行ってるし、そう、行ってるしみたいな感じ、はい、3回楽しめるんでよかったら、それで良かったっていう人は感想言いに今度締めるそうだ、ね、結構いい循環になってるから、うんうん、まあ、ちなみに AV キャバクラの女の子が喜ぶ会話の流れとしては、うん、AV ファンザで買ったようです。これは最強です。これは最強です。え、見ようかなって言って、あの無料の出されると女の子結構顔を引きつって嫌がる女の子多いから、こいつ分かってねえそう、こいつ分かってねえ、女優のこと何も分かってないなみたいなそう、そうなっちゃうとね。まあ、ギリサンプルで抜いたよーが、そうだね、まあ、まあまだギリサンプルだね、ギリサンプル、うん、まだ許せるかな、まだ許せる、サンプルって早いっすねいやだからまあそういう会話の流れになります。よく聞こえてくるよね。あー、よくあのフロアのあちこちから、あるある、早くないみたいな、早くないみたいな。そう、ちょっと最後にね、うん、ちょっと当店の一押しだけ紹介したかったの。一押し、私のお店レッドドラゴンはですね、シングラっていうものが存在しまして、うん、ちょっと持ってきてもらうこと可能ですか？少々お待ちくださいあのまあ今ちょっと持ってきてもらうんですけど、チンブラっていうのが存在するんですよ。まあ名物としては、女の子によってできるできないがあるから、全員できるとは言えないんで、女の子に来た時に聞いてほしいんですけど、すごいサービス精神旺盛な女の子だと、お客様の股間にそれ当ててこういう状態、マジですか、カルピスを飲んでくれる
ほう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 、うん、まあ、私はそこまでできないから、あの、まあ、見ながらこうやって、このチェングラ、舐めながら飲むみたいな。舐め飲みして、まあ、大体ご褒美にシャンパンをいただくっていう感じ。ああ、なるほど、うん。ドリンクあげるとか、まあ、シャンパンあげるとか。なんかそのぐらいのあれはしてほしいなっていうところ。マナーですね。マナーだね。そこはね、まあ、しょうがないよね。来ました。チェングラでーす。すごい。これ本当に違うんだよ、大きさが。ね、マジで。で、ちょっとこう。待ってこれ。で、なんか並べて、これ俺のこんぐらいってみんなお客さんは言ってる。そう。なわけ。っていう感じ。どう考えても盛り上がるし、どう考えてもスムーズにシャンパン折れる。確かに。うん、やったんだから、まあ俺的だけど分かって、もう飲み慣れてる人はね、まあもうこれやってくれたら、来た時点ではあしょうがないシャンパンみたいな、楽しかったよありがとうみたいな感じで、あの、はい、シャンパンいただくこともあったり、まあ場内入れてくれたりとかっていう感じかな、ね、これがね本当に他のキャバクラにはないね。チングラが名物なんで、よかったら皆さんね、お気に入りの女優さんがいる方はぜひ出勤確認していただいて、まあで場内が指名していただいてから、まあ、チングラを頼むように、うん、よかったら下からね、下から、ね、お願いする形で、ね、そうだね、大体みんなこの辺から舐めてくれるから。そうなん、ちゃんと舐めてくれるよね、私もやるもんね、時と場合によるね。そうだね、テーブルでやっぱ AV 流すようなお客さんではもうね、ここで普通にチューって飲むだけだし、まあ、飲み方が綺麗なお客様だったりとかするとちゃんとみんなこの玉舐めから始めるから。上目遣いで、もうなるやる。まあこれできない女の子もいるから強要はできないんですけど、結構特殊な訓練受けてるから。そうですね、すごい激しくやってくれる。そうですね、確かに私のお店ですね、めちゃくちゃ混むんですよ、これからは。結構忘年会シーズンとかで本当に混んじゃうから、まあさっきねちょっとちらっと紹介したけどね、女優さんの来店イベントがあるときは本当に混んで、まあ今月だと31日に成瀬ここみさん、いや有名ですよね。そうですね、もうレジェンドですね、本当に。平日でも混みます。そうなんですか。28日の神山さんと、まあ、両日混みそうなんで、もしまあこういった、まあ、日が自分の行こうと思っている人をかぶっているのであれば、ね、あらかじめそうですね、ご連絡いただいた方が、まあ、イベントじゃなくても金曜日は大体混むので、まあ、そうだね、はい、個人的に忙しい時あるんで。マジであの急に来ても全然大丈夫なんだけど、できれば事前にお店に予約か私のインスタの DM で予約していただければなと思います。はい、ということで今回は私が働いている六本木レッドドラゴンに潜入してみたの負けでした。山野さん、はい、何か最後一言あれば。そうですね、行く前も楽しい、行ってる時も楽しい、帰った後も楽しい、レッドドラゴンよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ご指名お待ちしております。ということでレッドドラゴンのホームページを概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらもチェックしてください。女の子の宣材写真が全部新しくなって、バニーガールとドレスになってますので、よかったらそちらもチェックしてみてください、はい、お待ちしております。はい、ということで以上マネユリアでした。バイバーイ。